Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. La Liga Smart Bank. マラガクルブデフットボールが危機的状況です。あまりニュースで取り上げられていないので、こうやって動画にしているんですが、8月25日、火曜日ですね。火曜日のに朝タイムラインを見てたら、ツイッターのタイムラインなんですけど、見てたら、マラガクルブデフット、マラガ CF が、コミュニカードオフィシアルという形で、リンクを、ホームページのリンクを載せていたんですね。で、大体、このご時世、そういう時って、新型コロナウイルスの感染者がトップチームで出たとか、スタッフで出たとか、そういうニュースだったりするわけですよ。実際、ビジャレアルだったり、マジョルカだったり、グラナダとか、そういうところも最近見てて、コミュニカードオフィシアルという形で、新型コロナウイルス感染者が出ました、でも、これこれこういう風で大丈夫ですとか、そういう状況。説明の時にコミュニカードオフィシャルって、使うことがあったりするので、そんな感じかなと思って、最初は読まないっていいかなとも思ったんですけど、ちょっとね、気になったというか、ちょっと引っかかったので、そのリンクを開いてみたところ、衝撃の事実でした。ちょっとこれ、スペイン語になるんですけども、読ませていただきます。Con fecha del día de hoy, la dirección del Málaga Club de Fútbol es la dirección de la Sexto, es menos tiempo, pero está un gran día. Es un plan para arte, pero en el tiempo, y es el tiempo de la temporada, es un día también muy competitiva, competitiva con la que devolver a el Málaga Club de Fútbol la ilusión perdida. とあります。これ読んだ時、おマジかって思いましたね。ちょっとね、どういうことを言ってるかっていうの前に、スペインの新聞、スポーツ新聞マルカの記事もちょっと引用させていただきたいと思います。El conflicto está en la mesa. El Málaga ha comunicado a los jugadores del primer equipo que iniciará en breve un R. De la liga y cumplir por fin con el tope salarial.ちょっと長々と読ませさせていただきましたが、どういうことを言っているかというと、マラがね、財政難なんですよ。で、トップチームの選手の解雇や大幅な減給、つまり給与の削減ですね、をしないといけないということなんです。で、放出の対象なんですが、トップチームの選手12人にも及び、対談を、拒否する場合、受け入れない場合は、80% から 90% の大幅な減給を受け入れることをしないとマラガでプレーはできないっていうことなんですね。なのでちょっと年俸減給受け入れて、80% から 90% ほぼじゃないですか。年俸がね、全選手合計で20万ユーロをね、超えないようにするっていうのが目的なんだそうで、これちょっとね、選手もほとんどが残らないで退団する形になるんですかね、最終的に。ちょっとね、選手にとってもファンにとっても厳しい現実っていうのがね、突きつけられた形になります。マラガといえばなんですが、2019-20 シーズン始まる前、記憶に新しいところで言うとそこなんですけど、岡崎慎司選手獲得一度発表されて、実際1ヶ月ぐらい所属 しました。ただ、これサラリーキャップの問題もあり、選手登録が正式にはできなかったんですね。なので岡崎慎司選手退団してウエスカに行くっていう形になったんですよ。そういう経緯もあったんですよね。その時にね、マラガはなんか2020-21 シーズン、つまり新シーズンですね、これから始まる新シーズンには岡崎がマラガに、戻ってくることを願ってるよなんていうコメント出してましたけど、そんなことね、言える状況じゃなくなってしまいましたね。岡崎は新シーズンもウエスカでプレーするのはもう決まっているので、そんな現実はしないんですけども、もしあのままマラガにいて選手登録できてしまっていたら今シーズンどうなっていたか、こういうのにちょっと巻き込まれていたんじゃないかっていうのがね、ちょっと良かったなとは、岡崎視点で言うと良かったなっていう感じですかね。で、このマラガクルブ・デ・フットボールっていうクラブなんですが、実は2010年ですね。2010年からカタールの王族で実業家でもある、
シェイク・アブドゥラ・ビン・ナッサル・アル・タニという方がですね、オーナーになっていて、最初の方は、ファンニステルロイ、オランダのファンニステルロイとか、あとはホアキン・サンチス、今、ベティスですね、あとサンティカ・ソルラ、この前まで、ビジャレアルなんかでプレイしていました。まあ、アーセナル、マラガの後にアーセナル行ってなんですけど、なんかも獲得していましたし、あと、今、レアル・マドリードのイスコなんかもプレイしていましたよね。でもその後、2012年あたりからは移籍金とか選手の給与の未払いっていうのが表面化して、2012-13シーズンにはUEFAから4シーズンの欧州カップ戦参加禁止の処分も出ていました。で、まあ戦力低下は避けられないじゃないですか。で、それでもね、一部残っていたんですよ。でも、下位に低迷っていうのが続いて、2017-18シーズンには、一部で最下位ですね。最下位で2部降格が決定して、現在に至るまで、まあ、上がってこれていないっていう状態なんですよ。まあ、一時はね、外国資本でちょっと金満クラブとかして、まあいろいろ取ったので補強もして、あと監督とかスタッフも結構有名どころ呼んだりして、上位チームに食ってかかるっていうような構図期待されたんですが、ちょっとね、それは全くもう本当に1年、2年、3、まあ2年ぐらいですかね、しか続かず、全くね、期待外れっていう形になってしまいました。ちょっと先ほどのね、オーナーの話なんですけど、実はね、ちょっとウィキペディア見てみたら、副社長、自身が副社長を務める会社が、セラミックを扱っているそうなんですね。で、まあ、セラミックといったら、まあ、パメサ、ビジャレアルじゃないですか。ビジャレアル、動画紹介してますけど、皆さんね、これやっぱりちょっと比較しちゃいませんか。なんとなく、まあスペイン人オーナーと、まあ、外国人オーナーっていうのはちょっと違いますけど、まあオーナーがね、堅実で身の丈に合ったクラブ経営していて、上位に食い込むビジャレアルと、まあ外国からのオーナーで、まあ怠慢な経営、クラブ経営をして下位に沈んで、まあなんなら2部に落ちて、まあこんな状況になっているマラガ、まあ、簡単にはね、比べられないですけど、なんかセラミック的でちょっと、ビジャレアルもちゃんとやってるなっていう風に改めてね、比較しちゃいました。まあ、全然ね、比較対象ではないんですけども、はい。ね、経営方針もね、違えば、まあ、こうやって結果にも現れますし、ね、マラガもね、ぜひ堅実な経営これからできるのであれば、まあ本当だったらオーナーがもう、そんなに経営に興味なさそうなんですよね。だったら、もう手放して新たなオーナーのもと10年後、20年後の長期スパンで、上位返り咲いて、またヨーロッパの世界でね、戦えるようなチーム戻ってきてほしいと思いますよね。で、外国人オーナーといえばなんですけど、まあ、バレンシアだったり、まあ、バレンシアも相当ゴタゴタしてますからね。バレンシアだったり、あとはエスパニョールか。エスパニョールも2部降格しましたよね。ちょっとね、近年のスペインサッカーではこの外国人オーナーっていうのがうまくいかないことが目立っているかなと思います。まあ唯一と言っていいほど例外的なのは、まあ、グラナダなんですね。グラナダも中国人オーナーで、まあ、以前グラナダの動画とか久保建英選手の移籍候補ということで簡単にですけど動画出しましたけど、まあそういった意味では例外的ではありますが、うまくいっている外国人オーナーで、まあリモート経営でうまくいっている数少ないクラブが、まあ、グラナダと言えるんじゃないでしょうか。はい、今回はラリガスマートバンクのマラガクラブでフットボールが陥っている危機的な状況について紹介させていただきました。はい、またね、こういったニッチなニュースっていうんですかね、なんかあまり取り上げられないようなニュースなんかも、まあ、ピックアップしてお届けできればと思っていますので、これからもぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また今度。アスタレゴー。